アグノーは、フランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏のコミューン。アグノーは、ストラスブールの北およそ35キロメートルに位置する。アルザス第5のコミューン及び県、第2のコミューンである。コミューン域内は広く、アグノーの森を含む。ハグエナウという地名は、ハーグと、英雄からなっており、木立ちのある川辺の牧草地を意味する。で終わる地名は、ライン両岸では、 一般的である。元々の綴りはドイツ語式のハゲナウであったが、フランス語の聖書法に従って、アジューノウと読まれるのを防ぐために、U の字が挿入された。エギスハイムも同じやり方で、現在の綴りになった。対照的に、フェイガースハイムとキンブレットは綴りが変えられることは、なかった。別の言語圏に属する周辺地域の、フランス同化に関するミステリーである。 サンジョルジュ教会アグノーの町は、神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世の父である、シュバーベン大公フリードリヒ二世によって、モデル川の島に作られた。1164年に、フリードリヒ一世は、アグノーに特権を与えた。皇帝は気に入っていたアグノーに住居を建てた。1262年から帝国自由都市となり、1354年8月に始まった、都市同盟。 十都都都市市同盟の構成都市となり、軍都が置かれた。1648年、非常に曖昧なミュンスターの和議によってフランスに併合され、アグノーは自由都市の地位を失った。アグノーはフランス併合を望まず、ドイツの自由都市のままでいることを望んだ。ルイ14世は十都市同盟を武力で従わせることを決め、1677年にモンクラール将軍率いるフランス軍は、 神聖ローマ帝国が建てた有名な城を含むアグノーを破壊した。アグノーは10都市同盟の都市とともに、ついに1680年に占領された。1945年初頭、アグノーはドイツ軍の最攻撃であるノルトビント作戦の舞台となった。連合国による解放後、アグノーには大独協力者の容疑をかけられた女性のみを抑留する収容所があった。 ありがとうございます。